皆さんこんばんは。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も仕事を終わってから釣り具屋さんに行ってきました。ちょっと新しい初めての釣り具屋さんも行ってみたんで、まあ買ったものとかご紹介したいと思います。それでは行きましょう。まず上州屋さん、で僕これが欲しかったんですよ。あの上州屋さんの白川店オリジナルのキャップ、なんかあの先々週ぐらいかな発売されてて、なんかこの黒がなくて、まああのまた生産されて買ってきました。なんかこの文字の意味はちょっとわからないですけど、まあかっこいいなと思って。グレーもあります。あとまあこれ一つ、値段は2500円の税別ですね。かっこいいですね。つばの後ろはグレーですね。であとスーパーイラプション、まあ、この色がなぜか結構好きで、まあ、4分の1と、まあ、野池とかだったら結構4分の1使ってる、まあ、4分の1って言っても多分もっと重いんで、実際は4分の1とあと8分の3同じ色で持ってます。なんかスピナーベイトはこの色なんかばっかり使ってますね。こっち側のブレードの裏側は黒で、表側は金色のタイプです。すごいよく釣れます。パイルドライバー、まあ、40のフックです。でブレードは金のタイプでウイローのやつを買いました。まあ猪苗代とかでこう広く探りたい場合とか、まあ、野池とかでもドライブシャットの4インチとか使うと結構いいかなと思います。まあ日本入って600円でちょっと高いですけどね、まあしょうがない。で上州屋さんは以上で、今度あの郡山にあるユースフルっていう、まあ、中古屋さんなんですかね。まあ中古も当然、まあ中古がメインなんですけど、まあ針とか小物類とか結構充実してて、でなおかつ値段がすごい安い。まあ針とかもね、普通300何十円とかするじゃないですか、税別で。でも250円とかなんで、もう100円近く安い。まあ近くの方はまあもうご存知でしょうけどね、絶対そういう小物類買うだけでも行ってみる価値はあると思いますし。で、まあタックルベリーさんとかも当然中古屋さんであるんですけど、まあ置いてあるその中古の釣り具がちょっとクロード好みというか、なんか面白いものが結構あって見ててもう楽しいし、当然欲しいものもたくさんあるし、とても面白かったです。ユースフルさんで、店長さんもすごくいい人で、阿武隈川とか猪苗代とか浦磐梯によく行かれてるみたいで、まあ、今の状況とか、まあ、季節に合った釣り方とか、まあ、自身がどうしてるとかいうことを結構割と長く話して教えていただきました。すげえいい人でした。最高です。で買ったものを紹介していきたいと思います。まあ大きなものから、まあ、高いまあ、プラグ類からいきますと、ローファイって読むんですよね。スピンローファイ。で、まあ、ノーマルサイズのベイトで使うやつも買ってきました。これね、ストラクルアーツっていう、まあ、メーカーが作ってるやつなんですけど、今はなんか、その店長さんの話言うと、生産されていないみたいで、このルアー自体は、なんか雑誌かなんかで多分見かけたことがあって、ちょっと気にはなってたんで、たまたまこう中古で売ってたんで買ってみました。まあなんかどんな動きするのかわからないですけど、その店長さん曰く割と IG 系らしくて、まあ若干 S 字になるんですかね、こういうジョイントがあるんで。でスローシンキングみたいです。なんかここポッパーっぽいんで浮くのかなと思ったんですけど、そんなことはないみたいですね。まあ使ってみてどんなか、なんとなく釣れそうですよね。まあ、形はちょっとまあリアルさはないですけど、うん、結構釣れそう。
で、これが800円だったかな。で、これが1200円でした。まあ今売ってないし、結構人気があるルアーにしては、まあ良心的な価格なのかなと思います。当然定価で安いんですよね。で、あとはレイドのバズベイトが売ってたのと、黒。で、レイドのスピナーベイトも売ってました。両方とも600円でしたね。まあ色もいいし、これは8分の3かな、多分2分の1かもしれないですけど、まあどちらにしても琵琶湖とかでも使えそうだし、結構いいですね。で、値段が本当にかなり安い、良心的ですね。この間猪苗代に行った際に、その船で一番釣られた方が、まあ、これを使われてて、ズル引きで使って結構いいっておっしゃってたんで、まあ買ってみました。200円ですよ、これ。6本も入っていいっすね。で、これデスアダーグラブ、琵琶湖で使おうと思ってます。今度7月後半に2週間ぐらい時間取って琵琶湖に行けるんで、その時これ思いっきり投げて巻き倒したいと思います。これも300円、色もいいですね、ナチュラルプロブルー。で、これ多分あんまり見ないと思うんですけど、ゲットネットのジャスターフィッシュ 3.5 インチ、これもこの間猪苗代に行った時にこれで結構釣られてましたね。船一緒に乗られた方が釣られてました。まあオーナーのスイングジグヘッドとかでつけると、こう絶妙にロールしてキラキラするんですよね。それがすごくいい動きです。しかも安い。これも本当は800円ぐらいするんですけど、新品で690円、かなりいいですね。儲けあんのかって気がしちゃいますけど、面白い。まあ福島ではあんまり見ないですね。以上です。